ゲオルクは、ザクセン王国の、第六代国王。全米は、フリードリヒ・アウグスト・ゲオルクルートビヒビルフェルム、マクシミリアン・カール・マリアネ・ポムク・バプティスト・クサバー、キリアクス・ロマヌス。第四代ザクセン王・ヨハンとその日であった、バイエルン王・マクシミリアン一世の王女・アマーリエ、アウグステの三男で、第五代ザクセン王、アルベルトの弟。 1838年8月8日に、ヨハンの第五子として、ドレスデンで生まれる。1859年5月11日に、リスボンでポルトガル女王マリア二世の王女マリアアナと結婚した。彼女との間には4男4女が生まれた。ゲオルクは陸軍に勤務し、1870年の不仏戦争にも従軍した。1888年3月15日には、 陸軍元帥に認じられている。1871年1月18日にベルサイユ宮殿で行われたプロイセン王ビルヘルム一世のドイツ皇帝大冠式には王大使であった兄のアルベルトと共に列席した。1873年に父ヨハンの放御によってアルブレヒトが大いについた。彼には子供がおらず時計エルンスとも要請していたため、 ゲオルクが王夫と指定となり、アルベルトが1902年に崩御すると70歳で王位を継いだ。しかしゲオルクも2年後にドレスデンのピルニッツ宮殿で崩御した。王位は長男のフリードリヒ・アウグスト三世が継いだ。ありがとうございます。